寝堂神社は岐阜県関市板取りにある神社。旧社家具は孫社。神社名館には記載がない。近隣にあるモネの池が有名である。旧世紀中頃、白山信仰が盛んになりかが越前、美濃の三方に登山口が開かれる。このため、この地域には白山神社が多数存在した。 1689年、元六2年正月6日、スケーモン法能の輪口ありの記載が、終わりの農用紙略補定の御用につき、骨昭や製材門は、ところ家に絵図並びに、自社同盟の絵図提出の中にある。1756年、同年に執筆された農用紙略には、新名祠、鳴神祠、山新誌、大民新誌、月日新誌、新名祠、 金号同時祠、コラ、新名ホ八幡祠コ以上在白谷の記載がある。1799年8月終わり班の農用紙、略補定の御用につき、骨小野生左衛門は、ところ家に絵図並びに、自社同盟の絵図を作成して提出。白谷地区については、以下の記述がある。1822年、同年に完成した。 農州巡行期には、村中に、八幡社、山の神社、その他三社の記載がある。1876年、寝堂社に改称江戸時代大明神社、月日神社の祠はが隣接して拝殿は共有であり、旧称明神とはこの両者の総称であると推定される。1883年の社寺取調べ長寺の名称は、 以下の通りである1906年号詞の直例により、神社の多くあった、白谷区、労働区、門出区、岩本区、中節区、田口区では書写を合使することになった。1909年1月、寝堂神社となる。境内は、以下の写真の通り、一般的な神社様式である。本殿の保護のために、屋根が後から増築されている。 ありがとうございます。